受注のために重要な2つの意外なルール。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。営業は商談の内容以上に重要なことがあります。意外だと思われた人も多いでしょう。なぜならば営業の仕事は商談をしてクロージングをすることだからです。ではそれ以外に重要なこととは何でしょうか。そこで今日は受注のために重要な2つの意外なルールについて分かりやすく解説します。世の中には営業の受注に関する様々なデータがあります。どこまで信憑性があるのかと問われると業種や業態、営業マンの実力によっても差があるので一概に全ての人に当てはまるとは言えません。例えば法人営業における弊社クライアントの受注率を調べてみると見積もり提出数の約 20%、 これが受注の確率です。つまり見積もり提出数を母数とすれば受注率は 20% なので100見積もりを出せば受注できるのは20ということになります。ある有名な営業コンサルタントは約 18% だと言っていました。おおよそ弊社のデータと同じ数字になります。ただしこれは今まで取引のない新規の見込み客、いわゆる白地に対してのデータとなります。ですから既存顧客に対しての受注率は 18% とか 20% よりぐんと高くなります。このようなデータが営業の世界にはいろいろとあるわけなんです。さて商談やクロージング以外に特に重要なこと、それはレスポンスの速さ。見込み顧客が数社から見積もりを取っている場合、一番早く見積もりを提出した企業が受注する確率はなんと 50% と言われています。たかが見積もり提出のスピードですが、これだけ受注に影響を及ぼしているという証拠なんです。このデータが正確ならば圧倒的なスピードで見積もりを一番早く提出するだけで競合他社の営業マンより優位に立てます。もちろん見積もり金額にもよりけりですが、安ければ受注するわけではありません。実際にですね、安くない、要は高いんだけど受注したケースっていうのは私いっぱい見てきています。ここのね、思い込みっていうのも実はですね、ブロックを外してほしいんですね。見積もりは安ければ受注する、そういうわけではないんです。企画商品以外だと当然その内容が、企業によってねいろいろありますので、内容と価格を見る、いわゆるコストパフォーマンスを重要視している会社も多いわけなんで、安ければ受注できるっていうのは間違いだということに気づいてください。さて今からね15年ぐらい前のことになるんですけども、私は引っ越しのためにネットで一括見積もりやったんですね。まあ引っ越し会社に対して、そうしたところ5、6社からね見積もりが来たんですけども、まあ、どの引っ越し会社もすぐに概算見積もりをメールで、送ってきたわけなんです。でその中で1社だけですね、電話をかけてきた会社がありました。電話の内容はどのぐらい荷物があるのかを確認させていただき、正確な見積もりを提示させていただきたい、まあそういうふうな内容だったんですね。それで一度訪問させてもらえませんかということだったんです。その会社の営業マンは翌日我が家にやってきて、その場で見積もりを出してくれました。そして私はその場で契約したということなんですね。金額は一括見積もりを依頼した中では一番高額だったんです。他の会社はあくまでも概算見積もりで、実際に荷物を確かめて算出した金額ではありませんでした。そんなこともあり、金額は一番高額だったんですけども、この会社に依頼しました。
もうメールでね、こう送ってくる概算見積もりと、一旦電話をかけて訪問しますよってアポを取って、正確な見積もりを出すパターン。これもう距離的にですね、お客様とのね、コミュニケーションの質が違いますので、まあ、早ければいいんですけども、レスポンスが。それ以上になってくると、いかにその距離感を縮めるか。これも非常に重要になってきます。2番目に受注に大きな影響を与える。これが接触回数なんですね。見込み客には角度の低い人もいれば高い人も両方います。角度の高い見込み客であれば、1回の接触で受注することもあるでしょう。ですが、そんな人っていうのは、100人に1人か2人。うん、ものすごく困っていて、なおかつ緊急度の高い見込み客です。それ以外の見込み客は何回かの接触が必要となります。接触回数が5回から12回あると受注の可能性が高くなるというね、データがあります。参考までにその100人のうちのね、1人か2人すぐ買ってしまう今すぐ客はどういう顧客かといえば、これ例え話で非常にわかりやすいのが、例えばあなたがお腹がものすごく痛いとしましょう。そして医者に駆け込みました。で、医者に行って、いろいろね、問診とかね、されて診察されますけども、すぐあれですよね、とにかく薬を出してくれとかね、もっと痛ければね、とにかくね、手術をしてくれとか、そういうことになるわけなんですよね。だからその緊急かつ重要度が高い、角度の高い顧客であれば、一回の接触でもう受注することもありますが、それ以外になってくるとですね、一回では行きません。接触回数が5回から12回ぐらいね、あると受注の可能性が高くなるというね、データがあるというお話なんです。で、保険の世界ね、まあ、生命保険ですよね。今加入している保険をスイッチさせるには、なんと7回から11回の接触が必要だと言われてるんです。今ね、保険に入ってるとしましょう。そして、保険の営業マンがあなたに接触をしてきて、なんとかこの保険を解約して、このね、営業マンの新たな保険に入ってほしいってことになると、大体7回から11回の接触。ところがほとんどの営業マンっていうのは2回から3回の接触で脈がない、スイッチする気がないってなると諦めてしまうんです。接触回数は受注において非常に大きな影響を与える要素の一つです。なぜならば接触回数を多くすることでザイアンス効果が効いてきます。そして信頼関係が上がるからです。ザイアンス効果っていうのはやっぱり何回もね、短時間でもいいので何回も会ってると親近感が湧いてくるってことなんですね。で、信頼関係も構築しやすくなると。そして受注するっていうのは信頼関係が構築できない限り、はっきり言って難しいです。特に高額商品の場合はそう言えますし、法人営業ね、こちらもですね、一回商談をやっただけでなかなか購入には至りません。そうなってくると何回もね商談を重ねることになりますよね。そうしてくると効いてくるのがこの接触回数ということになってきますので、まずですね、受注をするためにね、意外なね、ルールっていうのは、まず1個目がレスポンスの速さ。で、2つ目が接触の回数、つまりザイアンス効果をね、活用しましょうということです。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の登録の URL を載せておきました。メルマガ社長の大学は今ですね、口コミでね、じわりじわりと広がっていて、社内で回覧している会社も非常に増えております。そしてもう一つのプレゼントは、同じ概要欄ご覧ください。法人営業新規商談を激増させる方法という電子書籍です。こちら無料でプレゼントいたしますので、ぜひダウンロードの方をよろしくお願いいたします。